リオンメイン動画で今日の動画はメイクということで、男装メイクを女バージョンのメイク、男装メイクを女バージョンにしてみたっていう動画をね、今日撮ろうと思ってて、以前のコメント欄に男装メイクの方にこのメイクを女バージョンでやってみてくださいっていうのがあって、カラコンは男装メイクと同じドープウィングだったと思うんですけど、まあね、詳細欄はその男装メイクの方とこっちの方にも出しとくんですけど、こういうね、ギャルメイクでも、またギャルメイクも取り直すんですけど、このカラコンにしてみました。まずね、チークを、ベースと、塗りチークはやったんですけど、パウダーチークを塗っていきます。ケイトのプレストチークカラーの PK1 番を塗っていきます。今週はたまたまね、こういうピンクだったので、インクを塗っていきます。あとカラコンも久しぶりで、あの4月は5月か、撮影したのは4月だったけど、5月に投稿した婚活にしていくメイク以来のカラコンなので、本当にメイク動画もそうだし、カラコンもね久しぶりなんですよ。こんな感じでチークしたらアイシャドウからやっていきます。今回は多分アイシャドウも違うんですけど、アイシャドウも同じ方がいいかな。まあいいか。リンメルのカラーリッシュスパークリンググラデーションアイズの002番を使っていきます。まあ3色入ってて、一番上のね、2番目の色を取っていきます。薄いチーク取っていきます。久しぶりなんで、あとメイク動画も本当にオフィサーっていう感じだと思うんですけど、ちょっと近づけますね。本当メイク動画撮ろうと思ってるんですけど、私のやる気スイッチと、私、やろうと思ってるんですけど、カラコン入れたり、カラコンもだんだんね、少なくなってきたので、来月、今月、遠出した時にドンキで買おうと思うんですけど、で、続いては、3番目の色で、最後の一番下のやつでちょっと細めにね入れていきます。
明日も。下にも入れていきます。半分ぐらいまで。苦手っ子。ここで二重にしていきます。アイトークですね。いつもアイトーク。次に インスタに載せたんですけど、今日からねこのメルカリでよく売ってるこのアイラインを使います。次にこれ塗ります。ワイボーっていうか100均に売ってたやつで、ほんと太いしたい、ほんと太いしたいんだよ。かつ使うこのメルカリで安い方から調べると絶対出てくる。こっちも同じくやっていきます。意外と結構書きやすいですね。で次は、ね、早く使い切りたいサナのやつをやっていきます。ほんと苦っ。お？なくなるのか？
とね、祝って。で、眉毛をやっていきます。眉毛は、ね、変わったので、やり方をね、できたいと思います。まずはいつものキャンドゥ系に売ってるやつで、優しく描いていきます。こういう感じで、こう力を入れると濃くなっちゃうから、力も入れず、ここまで、この辺まで描いたらこっちも同じく、こっちは下からいきます。ここまで描いたら、このなんだ、 K パレットのラスティングツーウェイアイブロウリキッドのこっちのね、ポフポフのところでこういう。こういう感じで、ここ最近は試しにメルカリで、まあ試しに買ってこの書き方にしてみたら案外良くて、これがなくなったらこういう系のツーウェイ系のやつを買おうかなと思ってます。マスカラをします。ダイソーキャンドゥ系のアニマル、こうしたらマスカラをします。エポルールカラーマスカラのブラウンを、次はノーズシャドウをやっていきます。まずは白い方を塗っていきます。
タップでやっかな。こっちの茶色い方、ただ最後に口紅をやります。ウォーターリップを、そうしたらエチュードハウスのウォータージェル、ウォーターティントの01番を塗っていきます。こう液がついてるので液を落とします。こんな感じで完成です。髪を落とします。昨日三つ編みゆみちゃんしといてねと思うんで、こんな感じで完成です。この前髪がね、こんな感じです。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。